はい、にゃんこも呆れる量のプレバンガンプラが着弾しました。今日はこちらのレビューをやっていきます。はい、こんにちは、 2D ガンプラです。というわけでですね、11月に着弾したプレバンのガンプラ、こちらの紹介をやっていきます。はい、まずはこちらですね、ナラティブガンダムマスターグレードの B 装備のオプションパック。いやー、来るのが待ち遠しかったっすね。本体付きのも予約できそうでしたけど、結構本体作るのしんどかったんで、こっちのオプションパックので十分でしょう。楽しんでいきたいと思います。はい、では早速開けてみましょう。袋の数は1、2、3の3つですね。それぞれ見ていきましょう。まずこちらはグレーと黒のランナーですね。上の部分の追加装甲っぽいですね。で、続いて2枚目の袋。こちらには水転写デカールと、めちゃくちゃ数あるな。あとは黒っぽいランナーが。はい、最後の袋ですね。こちらにはディスプレイベースと優先式の、サイコキャプチャーか、こちらが入ってます。このランナーが一番色が多いのかな。はい、最後がマニュアルですね。オプションパーツとは思えぬほど立派なマニュアルになってます。表紙カラーだし、中身もバージョン系だから結構枚数ありますし、中には機体解説も書いてありますね。結構読み応えありそう。後半はあれですね、 C 装備への装着方法の説明が書いてあって、はい、で最後が水転写デカールですね。 C 装備の水転写デカールもいっぱいあるけど、やれてないんですよね。やらなきゃな。はい、以上が、ナラティブガンダムのオプションパーツ B 装備のレビューでした。早いうち作ってつけてあげたいですね。一回閉まっちゃいますけど。はい、続いて2箱目いってみましょう。ガンダムストームブリンガー PF。 PF の読み方があるんですけど、にわかなんでわかりません。いやー、にしても箱がめちゃくちゃ重いっすね。ずっしりって感じ。シリーズはガンダムビルドダイバーですね。PF、 最後まで PF でいいっすわ。あとあれですね、ジムの頭と、まあ、選択式で組み立てるようなキットになってますね。はい、続いて外装ですね。まあプレバンらしくモノクロで機体名が書いてあったりイラストがあったりっていうような仕様になってます。はい、ではくるっと回して開けてきましょう。開きづらいな、これ重いな。パーツめっちゃ多いっすね。それでは出していきましょう。はじめの袋で、あ、水転写デカールがついてるんですね。はい、もう袋が多すぎて数えるのはやめました。では一袋ずつ見ていきますかね。まあ、先ほどの水転写デカールが入ってたのが一袋目で、これなんですね。フレームがガンダムバージョン 2.0 のフレームが入ってるんですね。あとは黒っぽい外装と黄色のパーツが入ってる。はい、続いてのですね、こちらも白の外装パーツと、まあ、黒っぽいウェポン系かな。次の袋、これめっちゃ珍しいですね。ビームエフェクトが黒のクリアじゃないパーツで、表現されてますね。ここは関節パーツ類なのかな。こちらのランナーもあれですね、ガンダムバージョン 2.0 のランナーですね。最近作ったばっかりですね、これも。続いてこちらがフレーム系のと、外装系のですね。またですね、この EF ちゃんのランナーが出てきてないですね。
で続いてのランナーもこちらも外装系で、これがジムドミナンス、これも今回の新規造形じゃないですね。2種類の色のランナーになってます。はい、続いてのですけど、あ、ここでやっとストームブリンガー PF っていうのが出てきましたね。これが新規造形のランナーなんですね、外装パーツとか。で次、あ、こちらのあれですね、先ほどのランナーのちょっとでかいバージョンで、こちらもじゃあ心臓のやつですかね。はい、めっちゃ多いですね。ここからはざっと見ていきましょう。同じく、外装系の緑とホワイトと、あとは柿類のもの。で、こちらも外装パーツかな。あ、2種類。はい、こんな袋で入ってます。で、これがラスト。はい。接続パーツチックなもの。まだありましたね。外装パーツと、はい、黒のフレーム。あ、これハンドパーツですね。このタイプが好きです。あとはホイールシールがやっと出てきましたね。シールはまさぐれなので少なめ。こんなパーツになってます。まあ、やっと終わりました。続いてマニュアルですね。ビルド系のマスターグレードは初ですけど、えらいポップな、感じになってます。ね、裏面は水転写デカールの、針の指示ですね、書いてあります。で、見開きになってて、こういう立ちのバルカーですね。ずっと白黒で、特に機体解説もないですね。で、余剰パーツがなんかむちゃくそいっぱいありそうですね。心痛むやつにマニュアルでした。はい、では2箱目の、ブルームストリンガー、PF、 最後まで PF ですね。すぐには作んねえ気がしますね。これまた入れんの大変だな。いつかは、はい、作ってみようと思いますが、一旦しまっとこうと思います。これあれですね、ギチギチすぎて入れるのめっちゃ苦労するタイプですね。蓋を閉めさせてもらいます。やっと2箱目、次はちょっとちっちゃいの開けてみます。残り3箱はまとめていっちゃいます。まず1点目、 AOG ですね、ガンダム TR-1 ヘイゼルカスタム用のシールドブースター拡張セット。続いて2点目、緊急脱出ポットプリムローズ拡張セット。そして最後は同じくマスターグレードの、アドバンスドヘイゼルですね。はい、もう見ていただいたらわかりますね。ヘイゼルアウスラ、こいつを作りたかったんですけど買えませんでした。単品で全部集めて作りたいと思います。もはやこのシールド拡張セットはなくても作れるんですけど、もう勢いですね、いっちゃいました。はい、ではそれぞれ見ていきましょう。まずはシールドブースターの拡張セットからです。横は意外とキットの内容が書いてあるんですね。まあ、こんな感じ。それでは開けてきましょう。よかった、少ない。1個ずつ出してきましょうかね。黒いのと黄色いのと袋も4つ。はい、では見てってみましょう。まずはシールドの外装の部分の白いパーツ、2枚だけ4つの、あとはアクセントの黄色いパーツ、これは大量に余剰出そうだ。真ん中の黄色だけです。続いてシールドの真ん中の黒いパーツですね。あとは水洗車デカールと接続パーツから上がっていってます。でマニュアルも、あ、やっぱここ全然使わないですね。開きで、もうこれだけの説明ですね。水洗車のとこだけちょっと書いてある。はい、じゃあ作る日までしまっときましょう。まだまだ大物がいますからね。こいつはこれぐらいで。はい、続いてプリムローズ見てきましょう。ここで常にもう書いてあります。
ね、イラストで。注意書きで、どれだけ集めないとアウスラを再現できないかってこと書いてるんですけど、どんだけ長いねんだろうですね。めちゃくちゃ書いてある。悲しいかな、嬉しいかな、全部集めさせてもらいます。それでは開けてみましょう。さっきよりはだいぶパーツ多いですね。ごそごそと出してきますから。マニュアルはカラーなんですね。はい、でもこちらもざっくり見てってみましょう。まあまあ、構成するためのパーツですね。黄色とか白とかが入ってますよ。続いて、こちらは台座のみですね。こういうタイプの台座、懐かしいですね。はい、続いて、こちらも白ランナーですね。これヘッドパーツみたいのが入ってるんですね。これも組み替えで使うのかな、アウトラにすると。で、はい、次が水転写デカール入ってて、もう、ここにあれですね、アウトラ用って書いてあるんですね。これないと作れません。こっちもまた、スタンド用のパーツ。最後がマニュアルですね。こちらにも赤に白で、これがないと作れませんってのが書いてあるんですよ。こんな説明書ありますかね。では、中、ね、サッシタイプになっていて、余剰はあんまりないかな。あ、頭のパーツ、どこで使うのかね。いろんな形態再現できますよ。あって、まあ、ずっと中は白黒なのかな。組み替えの話があって、この辺で頭の話が出てくるんですね。うん、この武器がね、いいんですよね。最後に、ね、アウスラの水転写デカールの貼り方がこのプリムノートの説明書に書いてあるんですね。はい、ではプリムローズさんもちょっと眠っててもらいましょう。近いうち作りますよ。実はあれなんですよね、HG の AOU をやったろうがします。こいつがですね、マイクのモフモフをいたずらするんですよね。こんな感じで。はいやー。はいやー。ここに座るんですね。はい。というわけで、最後のアドバンストヘイズルを見ていきましょう。箱の横見なかったですね。まあ、いつも通りですね、こちらも。はい、さすが本体パーツがめっちゃ多いっすね。余剰も多いんだろうな。こちらも水転写デカールが君とは付属してます。はい、君とあったかな、これで。では、中身出していきましょう。はい、では早速ランナー見ていきましょう。で、いきなり、なんかちょっと前に見たのと一緒だぞ。昨日は本当に人だったのか、そんなことは考えたらガンプラやってらんない。はい、でこの辺が外装パーツですね。もうサクッと進めていきましょう。この辺は、まあ、胸部とかフレーム系ですね、入ってます。こちらが色付きのとこですね。足裏のところとかもフレーム系ですね。はい、また同じくこちらもフレームとシールドの、袋の部分なんかですね。で、また細かいあの黄色と赤のパーツがあって、リード線もあるんですね。はい、ちっちゃめの何か、はい、パーツありますけど、茶太郎のお尻の方が気持ちいいですね。シールがあって、フレームがあってってところ。
広めのパーツで、光学センサーが入ってますね。このパーツのためにだようなものだくんの楽しみです。最後が水洗車デカールの入ってるランナーですね。このでっかい水洗車が割れるか心配ですね。こんな感じになってます。 ETG しか作ったことないです。ここマスターグレード穴開いてるんです。はい、では最後マニュアルを見ていきましょう。かっこいいやつとで、案の定あれですね、バスがついてるのが多いな。雑誌になってまして、はい、この辺はあんまり少ないかな。はいはい、はい、また水洗車デカールの貼り方書いてありますね。でかいのが怖いな。はい、やっと見終わりました。まあ、こちらもとりあえずしまっておきましょう。絶対作りますよ。はい、ではまた今回着弾した分を最後に並べてきましょう。プリムローズとシールドと、あとはストームブリンガーと B パックですね。カメラ画角入ってないですね。はい、改めてこちらになります。今回2万円分ぐらいですね。結構多かったな。いや、いつ作ることになるやら。頑張ってやっていきたいと思います。今回の動画見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。